ってますね、このファーストドライブ。敵陣14ヤードラインからの攻撃になります。プレイアクションでパス、ワイドオープン、タッチダウン、ライオンズタッチダウンです。ワンプレーそのまま行きました、タッチダウンです。ディアーズタッチダウン。まあ、これは本当スムーズに走られちゃいましたね。そうですね、やはりディアーズは自分たちの強みである。どうでしょう、これはキャッチ成功、ナイスキャッチになりました。ワンプレーどうだ、タッチダウンです。ライオンズタッチダウン、6点追加です。スコアは7対13。この後トライ4ポイントです。敵陣39ヤードラインからの攻撃です。リバースでどうだ、このままこれはどうなんでしょう、このまま行くのか。うわ、これは結構ですね、いやもう3人ぐらいタックルかわしたんじゃないですか。ないですね。まあ、おっとこれをピッチでタッチダウンです。スペシャルプレーです ね、まあ、ショベルパスをまあ後ろから渡したような感じですね、はい、いやこれは本当に後ろから出しましたねタッチダウンです。でランプレーゲインあります。ファーサー更新、そのまま進む、ロングゲインになりました。いや素晴らしいですね。12ヤードにスポットしてますので、22ヤードのフィルコールアテンプト、キック成功です。3点追加です。スコアの方はタイナイディアーズ17、ホールビッツビシライオンズ10。パスはどうだ、パスキャッチ成功、タッチダウンです。プレイアクションでパス、ナイスキャッチです。81番小原、パスピッチすると見せかけてパス、開いてますね、ワイドオープン、決めてタッチダウンです、うん、ライオンズタッチダウン。84番オクセタッチダウンで、スコアの方は17対27。15ヤードにスポットされてますので、25ヤードのフィールドゴールアテンプトです。キックの方はどうでしょう、キック成功、3点追加になります。スコアの方はタイナイディアーズ17、オール三菱ライオンズ31です。その方がいいですよね。良かったと思うんですけどね、はい、さっきのパスを投げます。パスインコンプリート、パスカットしたのは21番宮崎。これでタイムアップ。